サッカー選手とボールパーソンの少年ボールパーソンとは、野球、サッカー、テニスなどの球技において、試合に用いるボールの管理などを行う、補助的な人員のことを言う。実際の業務内容は、種目によって異なる。過去には主に男性がこの業務を行っていたため、ボールボーイという故障が用いられることが多かった。女性が行う場合には、 ボールガールという呼称が用いられた。その後、同一の試合において男女が混合でこの業務を行うケースが出てきたこと、またポリティカルコレクトネスの観点などから、ボールパーソンという呼称が使われるようになった。また、種目によっては、年少者がこの業務を行うため、ボールキッズという呼称も用いられる。他にボーラーあるいはボールアテンダントという呼称も見られる。 これらの様々な故障は現在でも混在して用いられている。日本ではしばしば玉拾いという呼び方もされるが、現代では練習時や非公式試合において限定的に用いられ、公式試合では上記のいずれかの故障が用いられる。日本プロ野球では試合を盛り上げるために動物を用いることがあった。ピーナッツではウッドストックが ボールバードを務める話がある。ボールパーソンの業務を行う者は、上述のように、性別、年齢を問わず広い範囲に及ぶ。しかし、当該種目に対する理解と局面の把握が、不十分な場合、適切なボールの受け渡しといった、管理業務に支障が起きることもある。こうした点から、一般には、当該種目の経験者であることが望まれる。また、 ボールパーソンの業務は試合のフィールドに近い場所で行われるため、ボールパーソンは試合状況を間近に見ることができる。これは当該種目の愛好者にとっては望ましい状況であり、また特にプロ選手による試合は年少者への魅力であるとともに良い教材になると考えられる。こうした観点から若年層の選手をボールパーソンとして採用する種目もある。 バットボール野球では、ボールが、フィールド外はもちろん、観客席や場外に出てしまうことも多い上、土のついたボールは、マットボール防止のためにボールデッド時に交換しなければ、ならないため、頻繁なボールの補充が必要となる。このため、球審が、複数個のボールを常時持つことが規則で定められており、野球における、ボールパーソンは、 ボールの回収に加えて球審に対するボールの補充を行う。また、打者が走塁のために投げ捨てたバットの回収などが業務に含まれることもある。ボールボーイがこの業務を兼ねる場合のほか、バットの回収に専従するものを指定することもあり、この場合はバットボーイと呼ばれる。アメリカのオフィシャルベースボールルールズ及び日本の公認野球規則上では、 ボールパーソンの定義は存在せず、規則3.15にある競技場内に入ることを公認された人に含まれると考えられている。各種の大会の実施要項においては、ボールボーイを置くことが定められており、また選手、審判と並んでグラウンド内に入ることのできる要因として、ボールボーイが挙げられていることが多い。野球におけるボールパーソンは、 一般にファウルグラウンド内に配置される。野球では、ファウルグラウンドに出たボールでもインプレーとみなされるケースがあるため、ボールパーソンにボールが接触する可能性もある。この時、避けようとしたにもかかわらず、当たってしまったような場合は、インプレーであるが、ボールパーソンがボールに触れた場合は恋あるいは過失の遺憾によらずボールデッドとなる。サッカーのルールでは、 ボールパーソンについての定義がないが各種の大会における実施要項などで配置が定められる場合がある。例えば日本の J リーグ試合実施要項では係員としてボールボーイを置くことが定められている。ボールパーソンは一般にフィールドを囲むように配置される。フィールド外に出たサッカーボールの回収及び選手に対してボールを供給することが ボールパーソンの主な業務である。サッカーでは一試合にただ一つのボールを使い続けることが原則であるため、ボールパーソンはボールを回収した上で、スローインやゴールキックなどを行う選手に、これを供給する。近年の競技規則改正によって、特に認められた試合においては、複数個の予備ボールを準備することができるようになった。この場合、あるボールパーソンが、 フィールド外に出たボールを回収し、同時に予備ボールを持ったボールパーソンがボールを選手に供給する。回収されたボールは予備ボールとして所定の場所に戻され、ボールパーソンによって保持される。フィールド内にあるボールは、たとえ選手からかなり離れた場所であっても原則として選手が回収しなければならない。ただしマルチボールシステムにおいて複数のボールが フィールド内に入ってしまうことがあり、レフェリーの指示に従って、これを回収する場合もある。また、ボールパーソンは、日本の J リーグでは、ホームチームの下部組織の選手や地元の中学、高校のサッカー部員などが担当することが多い。このため、ホームチームが勝っている際には、ボールパーソンが、時間稼ぎのためボールを遅く供給し、 負けている場合には早く再開させるためボールを素早く供給するといった所作が見られることがあり実際に苛立だったアウェーチームの選手がボールパーソンの少年に詰め寄るなどのトラブルが発生したことがあるテニスの試合で直立の姿勢をとるボールボーイ後方は中腰の姿勢をとる先進クラウッチングスタート的な体制テニスにおける ボールパーソンの歴史は古く、貴族の娯楽であった時代に着飾った貴婦人が自分でボールを拾いに行くのが困難であったため、少年にボール拾いを行わせたことが走りであるという説もある。現代でも国際テニス連盟の定めたテニスのルールに、ボールパーソンという文言が明記されており、試合進行上の要因として認識されている。特に大きな大会では、 ボールパーソンは公募され、長期にわたって事前講習を課すなど、極めて厳格な運用が行われている。テニスにおける、ボールパーソンは、フィールド外に出たボールに加え、ネットに接触したボールを回収することもある。このため、ネットの両端にボールパーソンが配置されており、プレーの中断とともに勢いよく駆け出して、ボールを回収。 反対側の端まで駆け抜けるという光景がよく見られる。その他のボールパーソンはコートを囲むように配置され、直立不動の姿勢で待機し、選手に対してボールを供給する場合は事前に手を高く掲げるなど、特徴的な所作が見られる。プロの試合では、ボールの他プレイの合間に汗を拭くタオルを渡す役も担うが、選手との距離が近いため医学的。 攻撃的な振る舞いを受けることもある。バレーボールのボールリトリバーラグビー、ラクロスなどでもボールパーソンが配置される。バレーボールの国際大会などでは、ロスタイム削減のため3ボールシステムを採用していることがある。そして、コートエンドの隅や、主審の後方などに、ボールリトリバーと呼ばれる係員が配置される。ボールデッド後にボールをバウンドさせて、次のサーバーに投げ渡す。 リトリバー間でボールを転がしてやり取りをする行為も見られる。またバスケットボールやフットサルなどの室内競技ではコート面が汗で濡れた場合にモップをかける業務が含まれることもある。卓球では一時ボールパーソンの導入が施行されていたが効果が低いなどの理由により本格導入は見送られた。ありがとうございます。